六チャンネルみんなは六チャンネルをご存知だろうかそう、誰もが間違いなく知っているだろう。あの六チャンネルだ。この話を聞いた後、あなたは夜、六時の六チャンネルを見れなくなるかもしれない。その青年は、 学校から帰ってきた。時間はちょうど夜の6時。自室に戻りテレビをつけると次々とチャンネルを変えていく。今は6時。どのチャンネルもニュースばかりだ。6チャンネルに変えたとき、ふと興味を抱かせるようなニュースが飛び込んできた。なんでもバックにヤクザの影も噂されている。 〇〇高校の不良三人が近所にある小学校、中学校、高校等を襲いまくり次々と生徒や職員などを残殺していったそうだ。そして三人はマンモス校である〇〇高校で殺人を犯した後、どこかに潜伏したらしい。警察が全力を挙げて捜索を開始している姿が映し出されている。 マンモス校ゆえ、とても広い校舎。隠れる場所などいくらでも存在する。何十人という警察が学校内をくまなく探し回っている。ふと突然、画面が切り替わり、焼却場みたいな場所が映し出される。電波の受信が乱れて、学校の監視カメラにつながったらしい。 カメラは大量のゴミ袋を淡々と映し出しているだけだ。青年は早く治らないものかと思っていた。しかし何かを発見してしまった。焼却場奥にある一層大きなゴミ袋。何かがいる。人だ。髪の毛を金髪に染め、服装も体格もどこから見ても不良そのもの。 その三人が体育座りをしてゴミ袋の中に隠れているではないか。青年は、不良が焼却場にいる、おばありさん、そこを探すんだ、と思った。しかし、焼却場には人は来ない。不良たちもここには来ないだろうと踏んで隠れたんだろう。そして見ていると、不良の一人が監視カメラの存在に気がついたようだ。 だかが監視カメラ、誰も見ていないと考えたのか、不良たちはアピールを始めた。舌を出しながら中指を次々と立てている。その傍若無人な態度に青年は怒り、テレビの画面越しに不良たちに向かって中指を立て、首を切り、親指を下にするなどのジェスチャーをして不良たちに見せつけた。そんな行為を何度かした後、事態は起こった。 不良たちがカメラを指差しに何か言っている。よく聞いてみると、なんだあいつ、俺たちを挑発してんの何バカな。監視カメラと自分のテレビと電波がつながっているとでも言うのか。不良たちは自分の下ジェスチャーを見ていたのか、いや、そんなはずはないと。 青年はもう一度確認をするためにあのジェスチャーをした。途端に。お,お挑発してる喧嘩売ってる行くぞ行くぞ不良の一人の声がして三人がゴミ袋から飛び出してニヤニヤしながら監視カメラの方に近づいてくる。青年はとっさに両手で顔を覆い隠した。 監視カメラは不良たちによって取り外されたらしい不良が自分を見ているなんという極悪な顔だろうこいつ顔隠してるぜこれじゃあ誰かわからんな家はいいえ真っ暗部屋映ってたら特攻して殺しに行けたんだがなこいつおちょくってるよ ああ、震えてるぜ。汗も出てるし、怖いのかな君。青年はたまらなくなって、テレビの電源を消した。両手で隠したおかげで顔は特定されなかった。しかし、好奇心が突然湧き、もう一度見てみたいという衝動に駆られた。電源をつける。五チャンネル。 どうやら恐怖でチャンネルを切り替える電源を消すその二つの行動を同時にしてしまっていたらしいロックのボタンを押し切り替えてみる何やら車の中らしき風景が映し出されている不良たちはまた何か映るかもしれないとマン、まあ、モス港から逃げ出した上に監視カメラも持ってきてしまったらしいあ,あ また映ってる不良の声カメラを持ち上げる音がした即座にテレビを消した青年はここにいたら危ないと直感して家を飛び出し友人宅へ訪問した友人は汗だくの自分を見ると何も言わず家に入れてくれた青年はとりあえず心を落ち着かせると なぁ6チャンネルを見てくれないかと言った友人は言われるがままに6チャンネルを表示させた青年は部屋から飛び出し陰で「何が映ってる?」と聞いた友人は「車の中男が3人いるよあこっち見た」えっ 青年は恐怖のあまり友人の家を飛び出してしまった。そして青年は友人宅から少し離れた場所でなぜか持し出してしまった小型テレビをつけ、これまたどうしてかわからないが6チャンネルを表示させていた。テレビには相変わらず車の中が映し出されている。うーんー、なんか変だ。車の外は見慣れた風景だ。 ほら、あそこ曲がって、そこ曲がって。青年は気づいてしまった。このまま行くと、車は友人宅のところへ向かう、と。まさか、あいつまだ見てんのかあバカ、早く消せよ不良の声がした。あ、あそこじゃねおい。 カメラに映ってる部屋と家と家の周りの風景間違いねいカメラには友人宅の家が近づいてくるのが見えたふと顔を上げると向こうの道から四五人は乗れるような大型の車がやってきて停車した中から例の不良たちが降りてきて友人宅のチャイムを鳴らすピンポン ピンポーン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 ,ン,ポーン6階だお邪魔します不良たちがそう言いドアを乱暴に開けると中に飛び込んでいった数分の静寂の後、うわ てめえかこの野郎人に暴行している音俺たちはな今日5人もぶっ殺してんだやてめえが6人目だ青年は恐怖のあまりすぐさま家に逃げ帰ったそして布団に潜り込んで寝た次の日朝のニュースを見ると 友人宅が映っていて殺人のテロップが友人はあの不良3人に殺されてしまったようだこれ以来青年は二度と夜6時の6チャンネルは見れなくなってしまったというあなたも夜18時つまり6時の6チャンネルには お気をつけよう。